よいしょ。それでは、えー、っと、ちょっと待ってください。僕の顔を出さない手。よいしょ。声ちゃんと聞こえてるんですかね大丈夫ですかね一応なんか、あえー、っと、マイクをね、やってるんです。えー、っと、今、167人ぐらいですかね。 ちょっと待ってくださいね。まあ、皆さん、実家に帰ってる人もいるでしょうから、なんか、あれですよね。えー、っと変な感じで授業を受けることになりました。えっと、これ、なんでこの人があれなんだろうな。えー、っと、画面に大きく出てるんだろう。ちょっと待ってください。僕が喋ってますよね。あれ表示がスピーカーになってるのに <laughs>、この人はなぜだろう あ、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 僕の画面ね、上にみんなのちっちゃい顔がだーって並んでて、そ,れでまあそこに僕もいて、それである特定の <laughs> 学生さんの画面がボーンと大きく出て、その人の授業みたいになってるんですよね。えー、っと、なぜでしょうか、皆さん、この人でも、自分、え、皆さんの画面どうなってます僕が大きくなってます はい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 あ。じゃあそれじゃあいいんですよね。僕の画面でなぜかこの人が別にピン止めしてるわけじゃないんですけどね。うん。ちょっとすいません。非常にやりにくい状況なので。あ、これでいいのかな。はい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 。じゃあこれでいいと思います。はい。そして僕がすいません、ね。ちょっと待ってくださいね。あなるほど。なんかちょっと。 建築林ですね、えー、っと皆さん、一時回ってますけど、まだ続々入ってきてますね。はい、じゃあちょっとあとはもうこれで一旦締め切るっていう感じで、まあ、遅れてきたらまた僕が気づいたらね、えー、っと入れたいと思いますけれども、はい、じゃあ皆さん、改めてこんにちは。えー、っとあの予想通りですけれども、まあ、残念ながら。 がまあ、今日はですね、えっと、前回のまあ復習から始めてそれでえっと僕が担当する法学入門はこれがおしまい、まあ、最終回ということになりますので、まあ、簡単にそのうんとまあ憲法の部分の、ね、まとめをあのしておきたいというふうに思っています。で前回どういう話をしていたかというとですね えっとまあ、憲法の,その特質という話をしていたと思うんですね。それで、えっと、近代憲法は、えー、公正憲法が多いとかですねあるいはあ、まあ、最高法規であるとか、まあ、そういった話をしていたと思います。でところがその最高法規であり、えー、そして、えー、従って、えー、公正憲法である。 あるいは逆に言ってもいいんですけれども、公正憲法である、従って最高法規であると言っても、ですね、その最高法規制とか、あるいは公正憲法性を担保する機関というのが、ですね、つまり意見審査機関ということになりますけれども、が存在するのと存在しないのとではまあ大きな違いだと、こういう話をしていたと思うんですね。でえっと まあ僕の,あのブリッジブックでは、まあ、ちょっと変わった言葉を使っていて何ページでしたっけねうんと120ページですかね、えー、と例えば大日本帝国憲法時代のようにそのもちろん旧憲法は最高法規で、えー、そして従って公正憲法なんだけれども、まあ、それに、うん、と違反するような法律を帝国議会が作ってしまったら、まあ、それまでよ いうそういううう話をしていいたと思うんですよねででそういったところでは、最高法規制というのがです、ね、まあ、要するに帝国議会が非常に、まあ、憲法を守ってですよで、非常にその憲法違反にならないように、つまり憲法が常に最高法規となるように、注意深く立法をすると、そういうふうに帝国議会が頑張ってくれれば、えー、大日本帝国憲法の最高法規制というのは担保されるだろうと。 しかし帝国議会が、えーまあ、不注意であるいは悪意を持ってですね、えー、憲法違反の法律をバンバン作っちゃうとするとですよでそうするともうそれは、えっと、憲法の最高法規制というのが、えーまあ、担保されなくなってしまうと、えー、こういう話をしていたんですよねで旧大法,学部のあ、まあ、法文学部の初代、えー、学部長であった見部達吉は、えーまあ、非常に冷めた認識を示していたと。 いうことは紹介しましたがってまあ僕のブリッジブックではそこではですね最高法規というのが潜在的にしか保障されないあるいは、えー、自律的つまり帝国議会が自分で自覚して憲法の最高法規を守ろうとしないと保障されないんだという意味で自律的な最高法規制の保障なんだということをまあ書いたわけですでこれに対して戦後の日本国憲法では意見、まあ、審査制というものができてですね その議会が不注意で、あるいは悪意で、あるいは内閣が不注意で、悪意で憲法違反をしたら、えー、日本国憲法81条に献審させというのが定められていますから、えーまあ、最高裁判所がですね、えー、憲法違反であると、こういうふうに言って、それをまあ是正しろという、こういう命令を出すことができると。えー、従って、えー、旧憲法時代の最高法規制と違って、です、ね そして、まあ、潜在的に対して、健在的に、えー、そういうふうに保障されるようになっているのだと、まあ、こういうことを言っていたわけです。で、それで、うんとまあ今日はですね、そのようなあことから、えーとまあ、日本国憲法では最高法規制というのが、えーまあ、意見審査制によって、うん、担保されているんだよ。すごく いい憲法なんだよって、まあ、そういう話で前回終わったと思うんですけれども、まあ、そこから、えっと、意見審査制ということについて、まあ今日はちょっと考えていきたいというふうに思っています。で、えっと、その前にですね意見審査制の歴史はもう皆さん、すでに、えっと、僕の授業でも何度かですね、まあ、雑談のように言ったことがあると思います。それからあの憲法主義で うんと内山夏樹さんが結構古いものですか誰が発明したんですかっていう話を紹介しましたよね。で、僕は結構古いですよって言ったら、あじゃあエジプト人ですかって言って、いやいや、そんな古くねえよっていうあのオチがあるっていう、そういう話しましたよね。まあっていうので覚えているかもしれませんけれども、えー、と意見審査制っていうのは1803年に、えー、とアメリカの連邦最高裁判所が、まあ、えー 思いついたというかですね、まあもちろんその前にからそういう議論があったからなんですけれども、えー、やり始めたということになります。で、僕の部屋のこの、えっと、これね、後ろのこれ、ポスター見えますかね、コンステューションって書いてあるんですけど、これ実はアメリカの、あのー、連邦憲法なんですよね。えー、なんですが、うんと、このアメリカの連邦憲法には、その、意見審査制を定めた条文がないんですね。 で日本だと,、えー、っと、これはもう何度も言いましたけれども、まあ、先ほども言ったけれども、憲法81条に、えー、そういう、えー、条文があります。ちなみに憲法の条文は、この憲法主義の後ろにも書いてありますので、まあ、そこを見ていただいてもいいんですけれども、ちょっと81条を見ておきますと、えー、最高裁判所は一切の法律、命令、規則、または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終身裁判所であると、まあ、こういうふうに言っていますよね。 でまあ、こういう条文が日本国憲法にはあるので、したがって、えっと、最高裁判所が意見審査権を持つのだということを争う必要はないと、あのみんな当然、それは分かってるわけですよ、まあ、憲法の81条を見れば、ね、分かると。でところが、今言ったように、アメリカの,その合衆国憲法には、そういう意見審査権というものを定めた条文はないんですね。え司法部 あるいは連邦最高裁判所についての規定はあるんですけれども、まあ、その中に連邦最高裁判所は意見審査権を持つなんてことはどこにも書いてない。ところが、1803年の,そのマーベリー vs. マディソン判決というので、ちょっとこれ書いておきましょうかね。うんと、マーベリー vs. マディソン。よいしょ。えー、マーベリー vs. マディソン。 まあこういう判決です。アメリカ合衆国の。これ見えてますよね、今ね、画面ね。えー、1803年ですね。で、まあ、こういうあのアメリカのは最高裁の判決って、えー、原告と被告の名前をね、えー、言うのマディソンはこれもちろんあの国務長官ですよね、えー。ジェームス・マディソンですね。で、マーベリーとマディソンが争ったって、まあ、そういうことになってるわけですけれども、それはいいとして、そして、えっ、ー、と、あれ ここれを共有すするんですかね、はい、でこの1803年の連邦最高裁判所判決で、突然、俺たちには意見審査権限というものがあるのだと、まあ、こういうふうに最高裁が言ったと。でそこからあの始まったんですね。だからこれはいわばその、そなんていうんですかね、憲法上の根拠のないところで、えー、最高裁が俺たちにはそういう権限があるのだと言ったと。でそこから始まったという、非常に不思議なですね。 えーまあ、誕生の物語なんですねこれは自己受験ということが言えると思います。自分で自分に対しして権限を授与したと、えー、でまあそういうふうなもので始まったんですけれども、まあ、このことをきちんと知っていた、えー、オーストリアのケルゼンはですね、うんとまあ、これは非常に重要な制度であると憲法の最高法規制、まあ、ピラミッドを維持するためには意見審査制っていうのは非常に重要だと。 まあしかし、んとそれはちゃんと憲法に書いとかんといかんだろうと、こういうふうに考えて、えー、前にも言いましたけれども、えー、1920年のーオーストリア憲法を作ったときに、えー、書くんですね。ケルゼンはその起草者になるんですけれども、そして、えー、作られた憲法裁判所のお、えーとね、初代長官になるのかな、えー、と裁判官になる、ちょ,ちょっとすみませんあれ、とにかく自らその憲法裁判所のメンバーになるんですね。 でこれが、何、えっと、て言うんですかね、意見審査制の誕生物語です、1803年にアメリカでまず突然、えー、判例によって作り始められたと。でそれが、えー、戦前ではです、ね、唯一オーストリアの憲法典に書かれたと。ところが注意してほしいのは、先ほど言ったように、オーストリアは憲法裁判所というのを作ったんですよね。でアメリカは 連邦最高裁判所って言いました最高裁判所が突然俺たちには意見審査権限があるのだと言って始めたと言いました。でこの最高裁判所が意見審査権を持つ方式、アメリカ方式と仮に言っておきましょう。と、それからオーストリアの最高裁判所ではなくて特別な憲法裁判所という組織が 意見審査権限を行使する、まあ、オーストリア方式と言っておきましょうとは、まあ、違うんですね。で、この2つのまあ区別は、えー、意見審査性を考える上での何、えー、て言うんですかね、まあ、基本的なうーんと類型になってるんですね。まあ、これぐらい知っておいてほしいと思います。でアメリカ型とか、あるいはまあオーストリア型っていうか、まあ、ヨーロッパ大陸型っていうことが多いと思います。というのは、えっと、戦後ですね、 この大陸ヨーロッパ大陸諸国にはこのオーストリア的な、えー、普通の最高裁判所ではなくて特別な憲法裁判所というのを別に作ってでそこで違憲審査権限を行使させるという方式が広がっていくんですね。で戦後の憲法はドイツしかりイタリアしかりスペインしかり、まあ、そういうふうになっていきます。 で日本はですね戦後の憲法で意見、えー、審査制を導入したわけですけれども、彼はこれはご承知の通り、原案、アメリカ、GHQ が作っていますよね。ですから、まあ、アメリカ人たちがその意見審査制をどういうふうに日本で作るのがいいかなと考えて、まあ、ヨーロッパモデルもあるけれども、オーストリアの真似をしてもいいんだけれども、まあ、一応、自分たちもうまくいってるからと考えたのかどうか知りませんけれども、えー、アメリカ方式でいいだろうとこういうふうに考えたんですね。 まあところが後で少しあのこの話が出てくると思いますけれどもやっぱりアメリカでは憲法典に意見審査権というのが書かれていないからその正当性をめぐる争いが常にぶり返すわけですねでそれはやっぱり日本にとって不幸だろうとこういうふうに考えたんだと思いますけれどもきちんと日本にの最高裁判所には 意見審査権限があるのだということをまあ書いておくべきだと、こういうふうにえ多分アメリカ人たちは考えたんだろうと思います。まあ、そういうこともあって、日本国憲法では先ほど見てもらった81条にきちんとその意見審査制というのがまあ定められているということになります。でね、アメリカ型の意見審査制、つまり普通の民事裁判所、刑事裁判所であるえ司法裁判所がですね、 意見審査権限を行使するっていう、そういうタイプは、他にどういう国がありますかね、えーとまあ、カナダがそうですね、まあ、カナダは、ね、やっぱり英米法の国ですから、アメリカと近いのかもしれません。あとはうーんとオーストラリアもそうですかね、それからアジアだとインドがそうです、インドは非常に意見審査性が活発な国です。 これに対して、先ほどの大陸型っていうのは、先ほど挙げた国のほかにアジアですと、まあ、お隣の韓国がそうですね。韓国は1983年だったと思いますが、2憲法改正をして、えー、まさに大陸型の意見審査制を導入しています。であとは、えー、とタイですね、バンコクのタイなんかもヨーロッパ型の憲法裁判所、あそれから台湾もそうですね。台湾の憲法裁判所も そういう独立の特別な憲法裁判、まあ、そういういわけで大陸型とアメリカ型があるということですね。で、えっと、これもこの後の今日のメインのテーマに関わってくるんですけれどもアメリカ型つまり日本型あるいはインド型の一つの特徴はですねとりわけ日本はそうなんですけれども民事事件とか刑事事件とかに付随して 意見審査制を行うと。こういうふうに運用が定まっているんですね。付随してっていうの、ちょっとこれも書きましょうかね。えー、っと、あれ僕、さっきの、あ、ごめんなさい。えー、っと、こういうのがね、パッとあの出せないんですよね。慣れてないとね。えっとっとっと、これだ。よいしょ。付随して。まあ、こういうふうに書きます。付随。で、えー、っと、 民事事件、普通の、ね、裁判所で行う民事訴訟ですよね、それから刑事訴訟、それからまあ行政事件というのもあります、日本にはですね。で大体この3つが、えー、と法律上の訴訟なんですけれども、まあ、こういった事件に付随して、あるいはその限りで、えー、意見審査を行う、こういう感じなんですね。こんな別にこのの文章そのまま あの写さなくていいですよちょっと聞き取りにくい言葉があるかなと思って皆さんに書いてるだけでね、あの別に僕の思いつきの文章をそのまま写す必要はないですよ、必要な限りでメモしていただければいいです。で、こういうのを、付随的意見審査制と言ったりするんですね。で、これはアメリカ型です。で、これに対して、えー、っとオーストリア型、ドイツ型、大陸型っていうのは、まあ、抽象的意見審査制と言われることがあるんですね。 何かっていうと、ですね、そういう事件とか関係なしに、つまり私の借金を返せとか、あるいは私が、まあ、民事事件だったらねで、あるいは私が殺人罪に問われているけど、その殺人罪の規定は憲法違反だとか、あるいはこの捜査は憲法違反だとか、あのそういうふうに訴えるっていうので、じゃあ本当に憲法違反かなっって言って調べてみたら、あ本当だ、存続殺、重罰規定、刑法200条は憲法違反だった、それで判決が出る。こういうい流れ、 ですよね、それがあの日本の付随的意見審査制のやり方ですもう具体的な事件がまず必要で,でそれが、えー、訴訟になって民事事件刑事事件あるいは行政事件でその訴訟の中で、えー、特定の法律とかあるいは行政処分とかがこれは憲法違反だという主張がなされた時に裁判所がどれどれよし 考えてみあ本当だね、違憲だねっていう、そういうふうになるということなんですね。で、これに対して、その大陸型の抽象的点、まあ、どういう意味で抽象的かっていうと、そういう事件いりませんよ、具体的な事件はいりませんよ、ある法律、え何でもいいです、刑法5条、刑法10条、刑法100条、これが突然、 違憲じゃないと思ったら訴えられる、まあ、そういう話ですね。民法100条、これは違憲だと考えたら、別に事件とか関係なしに、憲法裁判所にこれ、違憲ちゃいますかって言って訴えることができる。まあ、あの理念的にはそういうことですね。で、まあ、現実には、あのそうはあの簡単には、誰でもですねあの、思いつきでこの条文、違憲だと思うんですけどって言って訴えることを認めていると、もう裁判所、憲法裁判所、破裂してしまいますから、あのいろいろな制度的な。 バリアは当然ありますけれどもあの、まあ、非常に、うん、と雑白に言うとそういう違いがあるんですね。でしたがって日本はですね、えー、と今申し上げたようにこの具体的な意見審査制あるいは付随的な意見審査制、えー、民事事件とか刑事事件とか行政事件に、えー、付随した限りで 意見判断がなされると、まあ、こういうやり方を取っちゃっているので、まあ、なかなかそのヨーロッパのように、えー、意見判断とか、まあ、意見審査が活発化ならないという、まあ、そういう、えー、実態があります。で例えばですね、うん、と意見審査の、まあ、数ねこれは前の授業でも言ったかもしれないんですけれども、えっと、ブリッジブックのを持ってる人はですね まあ、168ページを見ていただきたいと思います。文庫本だと198ページですけれども、えー、とこれにですね、まあ、主な国の意見、えー、判決の数っていうのをまあ僕調べて書いてあるんですね。ブリッジブックじゃなくて、ごめんなさい、憲法主義の方ですね。で憲法主義の168ページ、文庫本だと198ページですけれども、まあ、非常に少ないとで。どういうことか、例えばアメリカ。 1803年に検審査制が始まって以来、法律を意見としたものだけでも1000を超える判決が出ていますこういうふうに書いています。えーまあ、2011年までに連邦法を意見としたものが175件、それから州法、まあ、アメリカは合衆国ですからね、その州、ステイトの法を意見としたものが951件もある。なんか合わせるともう1000件とっくに超えていると。まあ、1803年から200年ですから、まあ、そうでしょう。 で韓国は先ほど言いましたように、1987年に意見審査制を始めて、まあ、この本が出た時点ではまだ30年も経っていませんが、300件を超える意見判決が出ているとこういうふうに書いています。でフランスではでは、ねまあ、年のの憲法で意見審査制っていうのがあって でそれが1970年代から非常に活発化してくるんですけれども、まあ、フランスっていうのはものすごく憲法改正好きな国で、2010年に非常に大掛かりな憲法改正をして、違憲審査制を改めてるんですね、で新しい違憲審査制が始まりましたが、すでに80件を超える違憲判決が出ています、あ、この本の時で80件、今ではです、ね、もう200件以上、300件ぐらいだったかな、違憲判決が出ているんですよ。 すごいでしょ2010年に違憲審査制を新しい意見審査制をスタートさせてすでにもう300件以上違憲判決が出てるて憲法裁判所でフランスのドイ,ツドイツは1951年に違憲審査制を始めてやはり500件以上も違憲判決が出ていますでじゃあ日本はいくつ違憲判決出してますかというとこれはもう何度も言ってますけれども10件です ですよね1946年の憲法で、まあ、1947年から、えー、意見審査制始まってますけれどもわずか10件しか法律を意見とした判決は出てないんですね。でこれはやっぱり、あのー、いかにも少ないですよね。あるいはそのまあ桁外れに少ない文字通り桁外れですよね。でこれは一体何なんだろうか。 いうことをまあ今日そこでうんとタイトルとしてはですね、えー、まあ第一節が憲法の最高法規制でしたので第二節としては、まあ、現代立憲主義の課題というふうに付けておきたいと思います現代立憲主義の課題でどういうことを言いたいかっていうとその第一節 昨日あの前回までのところで何を言ってきたかというと、要するにまあ繰り返しますけれども、憲法は最高法規なんだよとで、憲法は公正憲法なんだよとで、それを現代立憲主義は、まあ、近代立憲主義と違って、意見審査制という、そういうもので、えー、しっかり担保しようとしてるんだよ、でえーまあ、裁判官、あるいは憲法裁判官にそういう重要な役割を与えて、憲法の最高法規制を守ってもらうと。 それで、えー、内閣もそれから国会議員もみんな憲法に従わなければいけないというそういう意味での憲法,最高憲法の最高法規制が、えー、担保されるんだよとそして自由社会が、えーまあ、維持できるんだよとこれがまあ現代立憲主義の考え方なんですよねでまあそこまでの話をしてきたわけですでその現代立憲主義っていうのは、まあ、前回少し言ったと思いますがやっぱり近代立憲主義だけでは そのえーまあ、うまくいかないということをナチズムの経験で非常に、まあ、衝撃的な形で、えー、人々が理解するわけですよね。つまり、うん、と近代立憲主義というのは、えー、議会中心主義と言ってもいいですけれども、えー、国民の代表である議会が、えー、討議をして作った法律が国民に対して牙を剥くはずがない。 あるいは国民の代表が作った法律が国民の自由にとって、えー、脅威となるはずがないと、まあ、こういう,う我々の国民代表を信頼しよう、信頼できるのだという、まあ、こういう考え方を前提にしているわけですけれども、えっと、これはその、いやいやいや、議会だって全然信用できないよって、だってヒトラーは議会から出てきたじゃんという、まあ、こういうことですよね。 したがって、えー、憲法でその多数決をもってしても、あるいは議会立法をもってしても、えー、侵害してはいけない権利とか、あ平等原則とか、えー、そういったものを書いておく必要があると、でそれを最高法規ということにして、えー、いかに時々の選挙で選ばれた多数派で多数決でもってしても、少数派の信教の自由とか、少数派の表現の自由とか、 少数派の思想良心の自由というものは人権として保障しなければいけないんだと多数決から守らなければいけないんだ民主主義から守らなければいけないんだという言い方をしてもいいと思いますけれどもそういう考え方が、えー、戦後のお、えー、憲法の考え方ですね西側諸国の、まあ、これは、えー、繰り返しますけれども一つはナチズムの経験があるからなんですね。 したがって、現代立憲主義というのは、その議会に対してさえも、国会に対してさえも憲法で、えー、統制する、行政権を統制するというのは近代立憲主義の時から当たり前だったわけですけれども、立法権をも、国民代表の立法権をも憲法で縛るのだという、まあ、こういう考え方を取っているわけです。で、まあ、ここまではいいですよね。 あのそういう流れなんだという、まあ、あの立憲主義の発展の物語みたいな話で,で非常に、まあ、うまくいってる国もあるし、まあ、それでハッピーな気もするんですけれどもしかし先ほど言ったように日本ではあ非常にその、うん、法令違憲判決というのが、えー、10個しかないという,もう極端に少ないと、えー、西側自由主義諸国の一員のはずですけれどもそういう国々と比較すると もう全然、えー、意見判決の数が少ないと。で、これは一体、まあ、何なのか、まあ、それでいいのかという話を、まあ、今日は見ていきたいです、ね。で、そこで現代立憲主義の課題って、まあ、そういうタイトルをつけたということなんですね。で、うんと、なんでこんな意見判決が少ないんでしょうかということについては、うんまあ、いろんな憲法学者がまあ分析をしています。 僕もあのいろんなことを書いていますが、例えばブリッジブックを持っている人は、えー、と先ほどの次のところですね、121ページ。なんで日本の意見判決は少ないのだろうかというので、一つ、えー、よく言われることは、えーと、最初の授業で言ったと思いますけれども、日本の法律というのは、えー、戦後のですね、日本の法律というのは、まあ、そのほとんどが、 内閣提出法案なのだということを言いましたよねでこれ内閣の各と法案の法をとって各法と言いますけれども、えー、内閣が提出した法案が、えーまあ、議会でシャンシャン、まあ、シャンシャンと大抵はシャンシャンとですね、えー、採決をされて で法律として交付されるという、まあ、こういう流れになるわけですけれども、でこのブリッジブックの121ページに書いておきましたように、うん、とその内閣提出法案というのは、えー、国会に提出される前の段階で、まあ、閣議決定をされる前の段階で、下案の段階で、えー、内閣法制局による厳格な審査が行われています。 でまあ、南のゼミでね、一度、もう一度っていうか、何度か東京行って、内閣法制局見学させてもらって、でその実際の審査の場面もです、ね、見せてもらったことがある、まあ、過去の南のゼミのホームページ見たら、その写真も載ってますけれども。 まあね結構大変なんですよで例えば厚生労働省が作る法案だとすると厚生労働省を担当する内閣法制局の審議官ってうもうこの人むちゃくちゃ偉い人なんですけれどもが、まあ、こういう大きい机にボーンとこう座ってんですよ。これで判例集とか六法とかいろんな関連法規がダーッて積んだって。 でまあ、僕らはその邪魔にならないように、後ろの壁の方にずっと一列に立って見させてもらってたんですけれども、で時間になったらその、その法案を担当している内閣法制局、あの厚生労働省のえお役人たちが、まあ、3, 3、4人がです、ね、いっぱいカバンに資料を持って、それで来んです、じゃあ今日はよろしくお願いしますで,で、内閣法制局審査、この間10条まで行ったっけと じゃあ今日は11条から見ていきましょうみたいな感じ。はい、じゃあ11条読んでみたいな感じですね。で、で、これはさ、このものの言い方、このあの文言の使い方は合ってるの、これはまたはともしくは違うんじゃないのとか、まあまあ、ね、そんなね、あの、非常にもう綿密にあの直していくんですよ。だから、その厚生労働省からすると、担当法案作ってる、まあ、30代ぐらいのね、若手の おまあ、バリバリの人たちっていうのは、まあ、自分たちで法案作るんですけれども、えー、その内閣法制局の審査で,その、はい OK、で、はい、OK って言われないと、次へ進めないと、はい、OK って言われないと、厚生労働大臣が厚生省を代表して、えー、閣議に出してくれないとで、閣議決定に行かないと、そ,そ,それを踏まえないと、えー、国会に提出できないということですから、まあ、非常に大変なんですよね。 でえっとまあ、最終的に内閣法制局の,その審議官がはい、OK、じゃあ条文全部あのパスです、OK です、合格です。でそれが内閣法制次長という2番目に偉い人に行って、犯行をもらって、それで内閣法制局長官という人の犯行、えー、を,を,をもらうと、これ、対抗っというらしいですけれども、業界用が太鼓版を押されたということで、でもこの法案は、えー、間違いがないと、えー。過去の判例に照らしても あるいは主要な学説に照らしても問題がないと。あるいは過去の日本に現に存在する法律との間にも矛盾はないと。いろいろな観点からまあ細かく審査されて、太鼓版をされると、閣議決定で、そして国会に提出をされて。でそうするとです、ね、そういう法律っていうのは、つまり内閣法制局がもう綿密にチェックを、事前チェックをしているので、 あのまあ意見になることはないだろうっていうそういう話なんですね。えー、で、まあ、他の国でもそういう事前審査やってる機がも,もちろんあるんですけれども、日本はまあなぜかあのその、うん、事前審査のレベルが異常に高くて、細かくて、従って、意見判決は出ないので、はないいいかととう,うに言われていることがあります。で、これは、 その水が100度で沸騰しますか、じゃあ実験してみましょう。あっ、合ってますね、間違ってますねっていう時代の、そういう世界とは違うので、そういう理由があるんじゃないのっていうだけで、あのこれは実験して本当にそうかっていうことはできません、社会科学ですので、分かりません。でも、まああの、まことしやかに、まことしやかにという言い方はおかしいですけれども、あのまあ、そういう側面は絶対あるよなと、まあ、僕なんかも思っています。 で前に言いましたけれども、日本の法律、成立する法律のうち、うん、とその各法は大体7割から多い時で9割ぐらい行きます。大体8割前後だと思います。で、それ以外の3割から1割ぐらいが議員提出法案なんですね。まあ、議員提出法案も、ちょっと僕、憲法主義の方では、なんか内閣法制局は素晴らしい、そして議員提出法案は非常にミスが多くて。 したがって、違、え、憲、ー、判決が出やすいんだみたいに言って、ですねちょっと国会議員の人から怒られたんですけど、いや、議員提出法案だって、ちゃんと事前にあの綿密に審査してるわ、ボケーって言われたことがあるんですけれども、まあ、それはそうなんですよね。というのは、えーっと、議員提出法案というのはあのー、衆議院が出す法案は、衆議院法制局というところがあります。 で参議院が提出すると参議院法制局っていうのがあるんですね。でそれがそれぞれ事前にあのやっぱり、えー、一つ一つ条文を作ってくれたりあるいは条文をまあ審査したりしてくれるんですよ。で実は僕の <laughs> えとゼミ生でも一人、うん、と参議院の法制局であの勤務してる人がいて。 でそいつからえらいね、いや、僕らだってすっげえ細かい審査やってますよって言われ,言われたことあってあ、すいません、今度は憲法主義書き直す機会があったらあの、やっときますって言ったんですけれどもね。まあ、あと衆議院の,あの法制局にも一人、僕の税務署、まあ、今ちょっと移動しましたけれどもね、行ってますね。 まあ、とはいえ,え、内閣法制局の非常に綿密な審査に比べると、まあ、議員法制局の審査というのは、もちろん議員との力関係で,です、ねえー、やっぱり議員の方が威張ってますからね、法制局がもっとこれ説明したい、あるいはもっとこれ条文を練りたいって言っても、議員がいやいや、もう政治的な判断でもう出すって言われると、出しちゃうということはあります。内閣法制局は太鼓判を押さない限りは審査を通さないよって、ものすごく内閣法制局、そういう意味、威張ってますから。 あのー、という違いはやっぱりあるのかなという気がしますね。まあ、さておき、えっと、そういうわけで、非常に綿密な築城、一つずつの条文の審査を受けている、えー、内閣法制局の審査を通った、えー、内閣提出法案というのは非常に、まあ、違憲になりにくいと、えー。10個の法律の中で内閣法制局の審査を通っていたにもかかわらず、違憲とされたのは1本しかないんですよ、1, 1判決しかありません。 あとは戦前からある法律か議員提出法案なんですね。だからまあそれ,それを見てもやっぱり内閣提出法案のおまあ何て言うんですかね、完成度の高さっていうのはもしかしたら、えー、日本の意見判決の少なさの一つの理由になっているのかもしれません。で、これが一つです。えっと今、なんで日本の意見判決は少ないんだろうっていう話をしてるんですね。で、その一つ目の 仮説というかですね、証明不能な1つ目の理由というか、これがこういうのが影響してるんではないかという要因が内閣提出法案の多さとその内閣提出法案についての綿密な内閣法制局による事前審査の存在であるということになります。で、これが1つですね、それからもう1つ、2つ目。 これはですね、もっとあの根拠のないっていうか、怪しいって言われるかもしれません。あのえー、実験しようのない話です。でもう一つは、自民党長期政権だからという理由ですね。でこれはどういうことかっていうと、あのご承知の通り、日本は、えーまあ、1955年に保守合同というのがあって、あるいは左右社会党の統一と、まあ、これは、えー、岡崎先生の政治学で習っておられるかもしれません。えーでまあ、そこから、まあ、非常に 強い自由民主党っていうのが出来上がって、でそれに対してまあそれなりに強い社会党っていうのがいて、でその2つがまあ大きく勢力をですね、まあ、ほぼほぼ安定しながら、つまり万年与党と万年野党という感じで、えー、第1党と第2党の関係がひっくり返ることなく、90年代まで来るわけですよね。 でそうすると、うんと非常にさまざまなその日本の統治機構における、うん、まあ、癒着とかですね、まあ、最近の話で言うと、忖度とかですね、えっと、そういったものが生じてきたのではないかということがまあ一つ言えると思うんですよ。えー、つまりその 例えば、ここからここまでは自民党政権が作った法律です。ここからここまでは社会党政権が作った法律です。でその後また自民党政権が作った法律ですってなってたりとかですよ。仮にですよ。そうはならなかったわけです。そうなってたりとか。あるいは、最高裁判所の裁判官って誰が任命するか知ってますかこれちょっと聞いてみましょうかね、えーっと。手元に憲法主義があれば条文もありますからね。 えっと涼太郎伊竜さん喋れます？マイクオンにできます？はい。うい。あこの間なんかツイッターかスペースかなんかで喋って人かな違う？人待あそうです。あそうですよね。はいはいどうもどうも。今日これ君喋っちゃうとこれ録画を YouTube に載せるときに顔が出るかもしれないから大丈夫ですか？ あ、全然。はい。ありがとう、ありがとう。もしも嫌だったら、まあ、モザイク入れますけども、そういうモザイク入れるのもすごいめんどくさいので、いいですよね。はい。はい、ありがとうございます。はい。あの、最高裁判所の裁判官って誰が任命するか、憲法のどこに書いてあるか、ちょっとわかるこの本皆さんもですか,らからはい、はい、どうぞ。あ、この本に書いてると、あ憲法のってことですかそう、憲法の条文の何条に、何条見たらわかりますかねっていう。 いやちょっとわかんないです。あいやわかんない。探すんで探すんで、今、憲法の書持ってる手元に。はい、皆さんも探しましょう。もう一人ぐらい聞きましょうか。どっちが早く見つけられるか。えー、っと大西裕介さん、大丈夫ですかしゃべれますはい、大丈夫です。探してみてください。 最高裁判所の裁判官は誰が任命するかという憲法のどこに書いてあるか。まあ、ヒントは憲法の第6章ですね、司法のところにそういうことが書いてあります。じゃあ、もう一人誰でもいいです、分かった人。 70条代です、ヒントは。総理大臣、はい、総理大臣じゃないですか。誰、はい、誰、誰,誰、誰。はい。えあ、どうぞどうぞ。<え>はい。じゃあ、総理,総理大臣じゃないですか。え総理大臣、どこにその。あ、長文,条文はい。あ、79条。あ、イリュウさん、早かった。79条ですね。はい。ちょっと読んでくれます 日本国憲法の79条1項、はいえー、最高裁判所は、その超たる裁判官および法律の定める因数のその他の裁判官でこれを構成し、その超たる裁判官以外の裁判官は内閣でこれを任命する。はいというわけで、内閣が、えー、最高裁判所の14人の裁判官を任命するんですね。 じゃあ、この超たる裁判官、いわゆる最高裁長官、誰が任命するか知ってますこれはどこに書いてあるか。これはちょっとね、書いてあるところ、別なんですよね。えっと、全然知らないと思います天皇第一章のところに書いてあります。 えっとこれはもう僕が答え言いますけれども、日本法憲法第6条の2項を見てください、そこに天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命すると。 まあこれ三権の長なので天、総理大臣とそれから最高裁長官とまあ国会議長、まあ、国会議長はあれですけれども、はあの総理大臣が、えー、ではなくて、天皇が任命するということになってますが、えっと、誰を選ぶかという、その実質的な任命というかね、ね指名と言いますけれども、これはえっと内閣がするんだと、だから一緒なんですよね、内閣が選ぶ。 最高裁長官も最高裁判所のその他の14人の裁判官もですね。したがって、うん、と法律もずっと自民党が作ってますと。そして最高裁の15人長官も14人の裁判官もずっと自民党の内閣が選んでます。ということになると、なかなかですね、えー、なんていうんですかね、その自民党内閣から選ばれた最高裁判所裁判官が、 自民党内閣の作った法律を憲法違反だというのはちょっと勇気がいるんじゃないですかとかまあこれを癒着とは言いませんけれどもそういうことが指摘できるのではないかというまあ、こういう分析もあるんですねだからあのアメリカだとついこの間のことなので皆さん覚えてると思いますけれどもその うんとギンズバーグ RBG という映画見たことあるかもしれませんけれども、80何歳かのですね、ビル・クリントンに任命された、すっごいおばあちゃんの立派な女性の最高裁判事が亡くなられたんですね、トランプ政権の最後に。それでトランプ政権もとあと1年もないっていうので、それはまあ次の選挙、選挙が終わってから、選挙で勝った大統領が、 新しい裁判官を任命した方がいいんじゃないかっていう、まあ、そうすべきだという議論があったんですけれども、まあ、実はその前のオバマの時に最後の1年間任命できなかったので、全く同じことをトランプも引き受けるべきだとい,、まあ、ういう批判だったんですけど、結局トランプ強引にですね、まあ、自分の好きな、うん、若い、えー、カトリックの保守の女性の裁判官を任命しちゃったんですね。で アメリカはそういうふうに、えー、と大統領が、まあ、自分の、まあ、いわばお友達を、えー、連邦最高裁の判事に任命するんですけれどもしょっちゅうとは言いませんけれども、まあ、ちゃんと政権交代がありますよね。だってトランプ共和党の前はオバマ民主党だったわけですよ。 でその前ブッシュだクリントンだレーガンだいろんなあの共和党民主党共和党民主党ってこういうふうにあるわけですので、まあ、それぞれの大統領があのポストができるたびに、えー、最高裁の判事を任命していくので共和党から任命された裁判官もいれば 民主党から任命された裁判官もいる、まあ、こういうふうになってるわけですね、アメリカ。まあ、ちなみにアメリカの連邦最高裁は9人ですけれども、まあ、今まで、ね、非常にバランス良かったんですよね、5対4で共和党系、まあ、保,守保守派、それから4人がリベラル、民主党系ってこういうふうになってたんですけれども、そのトランプが非常に最後に強引なことやっちゃったので、今、6対3でちょっとバランスが崩れてるんですね。 でまあ、それさておき、そういうふうに、あのーうん、と誰から任命されたかとか、あるいはそ,のそ,のそもそも、うん、その意見審査の対象とする法律を誰が作ったかということを見たときに、えー、それがコロ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 変わる、つまり政権交代があるという世界とは違って、日本の場合は、まあ、基本的にずっと自民党で、そしてずっと自民党が任命してきていると。 そういうことが一つ、うん、その何て言うんですかね、あの日本の最高裁の意見判決の少なさということに影響しているのかもしれないいう、こういう仮説ですね。でこれが2つ目です。1つ目が、えー、先ほど言ったように、まあ、内閣提出法案が多いからね、内閣法制局があるからねという仮説、要因です。2つ目が、えー、長期自民党政権が続いているからだという、まあ、そういう仮説ですね。で次、3つ目。 これもですね、もっと、あのなんていうのかな、証明しようのないものなんですけれども、えー、っと何度か僕の方角入門で繰り返してきた、えー、存続殺重罰規定判決の話です。でこれは、えー、っと前にも言ったと思いますけれども、刑法200条という規定があって、でこれはその自分の存続ですね、お父さん、お母さん、上の世代。 自分の子供を殺したら普通の殺人罪、自分の妻とか自分の夫を殺したら普通の殺人罪、しかし自分の親とか祖父母を殺したら存続殺人罪という、普通の殺人罪とは別の、まあ、そういう規定が刑法200条というのにあったという話です。でこれがあの、まあ、明治時代から残ってたものですけれども、日本国憲法の下で平等条項に違反するというふうになったわけですね。でえーっと まあこれちょっと授業で細かくは、まあ、憲法の授業では言いますけれども、えー、ちょっとあのどういう判決か見ておきましょう。で、グーグルで検索するとですね、存続殺人、違憲判決、で、ウィキペディアが出てきます。で、これですね、これこれ、えー、CC 京都産業ユニバーシティ、これ京都産業大学の、これ見えてます、今、僕のネットのページが。 はい、ありがとう。で、これはですね、えーっと、ちょっと待ってください、一番下見ますね。このね、うん、と京都産業大学のね、あのーえー、先生が、菅賀博先生という方が、パチパチ作ってくださってるんですよ、憲法に関する、あのー、重,要重要な判決をですね。 で非常に見やすくて、僕結構お好きなんですけれどもで、この法の下の平等に関する、まあ、これちょっと見にくいですよね、後ろの,この背景ない方がいいと思うんですけれども、これこれ、これでね、第1審が宇都宮地方裁判所昭和44年、それが控訴されて東京高裁の昭和45年、そして最高裁の昭和48年4月4日、大法廷判決ということになるんです。まあ、これ非常にえっと悲惨なあの事件で、 えと実の父親に何度も何度も侵されていたという女性がですねある日あのようやく職場で出会ったあの正常な男性と正常なあの婚姻をしようとしてもうこんなあの狂った家は出ていくとお父さんの,のところを離れていきますというふうにその、えー、鬼畜のような父親に言ったところ父親がまあ逆上してあの殴る蹴るの暴行してきたというので。 でその後父親があの先に酔っ払っても寝ちゃっているところをその自分の人生を悲担したその女性が、えー、父親を殺してしまったというそういうい本当に組むべき事情満載のですねあのつまりま、殺されてしかるべきとまでは言いませんが非常にその被害者側に、えーまあ、あの悪い点が多々あるそういう事案だったわけです。 でところが、これは刑法200条では前にも言ったけれども、存続殺人なので、死刑または無期懲役しかできないということなんですね。で、いろいろと減刑してもお、実刑判決しか出せないということになるということで、あまりにもおこの、まあ、被告人、加害者である女性をですね、娘さんのほうをその、実刑ですから、刑務所に入れる、牢屋に入れるということですけれども、 まあそれは忍びないということで、うん、いろいろと、まあ、あの裁判官が大激論をして、結局、この200条というのは憲法違反なんだということになって、そして従って、普通の殺人罪で被告人を裁くと、2年6月にできると、減刑できると。 で2年6月に減刑できると、3年間執行猶予、まあ、執行猶予3年間おと,ししおとなしくというかしてれば、外で、シャバで暮らせるということですよね、普通の生活できるということですよね。だからそういうふうにして、まあ、被告人を救済したという、そういう判決なんですね。まあ、事実関係とか判決、でこれ、面白いのは、いろんな裁判官の意見がついてるんですね、あるいは反対意見までついてる。だから15人の裁判官があ、まあ、非常に議論が、まあ、分かれた。 いうことなんですよねなんかこういうのをあの見ていると,うんと非常に面白いと思います。で、まあ、これは憲法の授業になるとね、えー、憲法の2ですから、えー、人権論2年生の後期ですね、まあ、僕が教えるか誰が教えるかまだ分かりませんけれども、まあ、そこで必ずこの法のとの平等というので、この存続殺、重罰規定というのは出てきます。でえっと まあこの判決は、えー、昭和48年、1973年に、えー、大法廷で出されたものですけれども、えー、実はですねその、日本の意見審査制の中で最初の法令意見判決だったんですね。で、法令意見判決っていうのは何かっていうとですね、えー、と法令の規定を、 ま意見と判断するというものなんですね。ちょっとこれも書いていきましょうね。法令違憲判決。法律の条文が違憲だよっていうものなんですね。で、これに対して、例えばあのそれ以外の意見判決もあるのかって言うとあるんですね。後であの出てきます。まずまあ法令法律とか、えー、条例とか、えー、政令とか、えー、そういったものの。条文第何条は憲法の？ 第何条に違反するっていう、まあ、そういう判決のことを法令違憲判決という,というふうにまあ知っておいてくださいね。で、そういう法令違憲判決というのが日本は10個しかないと、まあ、こういう話をしてるんです。で、そのうちの最初のものが、この1973年4月4日のお存続殺重罰規定という刑法200条を憲法14条に違反して、えー、無効であると、こういうふうに判断したってう、まあ、そういう判決です。だ1973年ですから、 えとまあ、昭和45年40あごめん47年からですね、えー、その最高裁があの始まって運用す開始してで、まあ、25、26年ってことですかね。えー、つまりうんと四半世紀経って初めての違憲判決ということになるわけですよ。でしかもその刑法という、まあ、国の えー、非常に基本的な、ね、法律ですよね、重要な民法とか刑法とか、えー、そういう,うーんなんか誰も知らないような、全然どうでもいいような細かい法律を意見としたんではなくて、みんなが刑法、民法っていうぐらいの、そういう大きな重要な法律の条文を、まあ、憲法違反というふうに判断したわけで、まあ、非常に大騒ぎになったんですね。ところがですね。 その違憲判決が出たからといって、えー、と別にその六法全書から刑法200条がさささっと消えるわけでは当然ありません法律の条文を消すためにはこれもまた消極的な立法として国会の議決が必要です刑法200条があ最高裁判所によって違憲判決されたそしたら国会としては直ちに 刑法200条の改正をしなければいけない憲法に合うように直さなきゃいけない。で、ところが199条に普通の殺人罪あるわけですから、そのもう200条削除を消してしまえばいい単にですね、だから非常にその改正は簡単なはずです。したがって担当する法務省がさっさっさと刑法200条削除っていうのを作って、で、これを国会に提出しようとします。ところが、 その過程で自民党の保守派の議員たちが大反対をしちゃうんですね。で、これはなんでかっていうと、まあ、その、明治時代の一つの価値観である、えーまあ、家制度とかですね、あるいは、尊、えー、族に対する尊重、保温、親を大切にすると、そういう考え方が、えー、なんていうんですかね、 あのえー、表現された、えー、刑法200条をそれをですね、えー、最高裁が違憲と言ったからといって、えー、消すのは忍びない日本の古き良き伝統価値観を守るべきだって、まあそういう意味不明の反論をするわけですでそれでんと結局ですねそういう人たちの声が大きくて、まあ、今の夫婦別姓みたいな話もそうですよね一部の保守の人たちの まあ、パーセンテージでいうと非常に少数派なんですけれども、その人たちの声がでかくて、なかなか議論が前に進まないというのとよ,、まあ、よく似ていますけれども、存、え、続、ー、殺、重罰規定を削除することに、結局、自民党の了承が得られず、したがって法務省は国会に、えー、刑法200条削除案という刑法改正案をです、ねえー、提出することができなくなったわけです。 で,できなくなったらどうなるかっていうと、まあ、これは刑法200条が残ったままということになるわけです。でつまり最高裁判所が、刑法200条は違憲だと、こういうふうに判断をした。しかし、それを国会があまあ無視すると、まあ、こういう状態が生じたわけです。でそうすると、丈夫見てほしいんですけれども、まず日本国憲法81条。 を見ますと、これ意見審査制の根拠の条文って言いました。で、先ほど言ったように、まあ、一切の法律命令等々が憲法に違反するかしないかを決定する終身裁判所だ、最高裁判所は、こういうふうに書いてあるわけです。で、最高法規の章を見ますと、日本国憲法の,その98条ですよね。この憲法、日本国憲法っていうのは国の最高法規であって、 その蒸気に反する法律等々,等々は、一切その効力を有しないとこういうふうに書いたんですよ。効力を有しないと書いてあるんだけれども、誰も法律を削除しないから、その法律の条文が残ってるって、こういう状況になっちゃったわけです。幸い、裁判官、それから検察官は、最高裁判所の判決に従わなきゃいけないというふうに考えました。 だから法務省あるいは検察当局から全国に通達が行って殺人が起きてもそれは199条の殺人罪に該当する行為として逮捕して捜査して起訴しなさいと200条はまあ丈夫に残ってるんだけど最高裁の判決があるからもうないものとして199条でこれからは裁いてくださいとこういうふうに幸いなことに。 要するにそういう捜査とか裁判とかそういう実務を担う人たちは、えー、最高裁判所の判決に従おうとこういうふうにしてくれたわけです。ぎりぎり最高裁の権威が保たれたと言ってもいいと思います。ところが繰り返しますけれども立法府国会議員は最高裁を無視したということになるわけです。 でこれはですね最高裁にとっては、まあ、トラウマになるっていうとちょっと、うんまあまりにも最高裁というその合議体のそういう組織を擬人化して、えー、不適切、非学問的かもしれませんけれどもしかし、えー、そういうそのまあ25年経って四半世紀ぶりに勇気を出して初めての意見判決ガーンと出したとそしたら <laughs> 見事に国会議員は無視をしたっていうのなんか。 こけるというかですね、まあ、やっぱりあの少なくともその15人の裁判官は衝撃を受ける話なのではないかと思います。つまり違憲判決を出すのはいいんだけれども出してもう国会が従ってくれなかったら最高裁としてはそ,のそれ以上何もすることができないということなんですね。 でそんな不幸な事態が、えー、日本では最初の意見審査あ最初の法令違憲判決が出た1973年に生じてしまったと。まあ、そういうことになるわけですで。この刑法200条どうなったかっていうと、えー、結局1995年だったかな刑法をねその明治時代の刑法を。 明治時代の刑法ですから、漢字、カタカナ混じりで書かれているんですね。人を殺したる者はってこういうふうに書いてある。でこれを、えー、1995年だったと思いますけれども、に、えー、交互化、現代語化しようということになって、でまあ、今の刑法199条のように、人を殺した者はってそういうふうになっているんですね。殺したる者はが殺した者はになっているで。その刑法の現代語化に合わせて、もういいよね、さすがにということで、刑法200条は見事、 あるいは無事に削除されたんですねだから1989年平成元年に大学に入りましたけれども、まあ、その時の刑法ではちゃんと200条は残ってたんですね。今皆さん6本を見ると199条の横はもう200条削除ってなっていてで201条になってると思います。で200条を決して1つずつずらさないのは前回言ったようにそうすると後の条文がずれてきてまあ面倒くさくなるからですね。 だからもう削除した条文はそのままもう削除って書いておいて、それ以降の201条以下の条文の数をまあずらさないようにしてるんですね。まあ、ともあれ、話を元に戻しますと、1973年4月4日に最高裁大法廷が25年ぶりに初めての意見判決を出したと。でところがそれが、えー、それから20年間以上、22年間ですか、もうあろうことか、 国会によって従ってもらえなかったと素直に削除してもらえなかったこういうまあ一つの大げさに言うなら失敗体験が最高裁にはあったということなんですねでここからあのどん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 仮説に仮説を重ねていくような話ですけれども何を僕が言いたいかというと、まあ、一つはその最高裁にとって まあ自分たちは憲法81条と、それから96条であ98条で、違憲審査権限、最高法規制のを担保する機関としての、まあ、任務を与えられているんだと。しかし、それもその周りが聞いてくれてなんぼのものだという、まあ、そういう発想にならざるを得ないのではないかということなんですね。違憲だ、違憲だっつって、それでいつの間にかみんな違 <laughs> 憲判決が出ても、みんな無視をすると。 存続殺の時は無視をしたのが立法府だけだったからよかった。行政府はみんな裁判,裁判所に従った。そして司法府ももちろん下級裁判所は全部最高裁に従った。だからよかった。かろうじて法治国家は崩れなかった。しかし、仮にですよ、行政府内閣総理大臣が、いや、そんな最高裁の判決にはき、えー、聞いてられねえと、そういうことを言い出したら、そんなとんでも 内閣総理大臣が仮に出てきたとしたらどうするんですかねっていう話ですね。で、あの、我々は選挙で選ばれて、そして衆議院で総選挙で勝って選ばれてる、だから、えっと、そんな選挙で選ばれてない最高裁の言うことなんて聞かなくていいんだ、それで文句があるんだったら次の選挙で落としてくれたらいいんですよ、それが民主主義じゃないですか、こういうふうに言ったらどうなりますか。 最高裁としては、まあ、独自の軍隊を持ってるわけでもないし、独自の警察を持ってるわけでもないし、そんなことを言う内閣総理大臣を逮捕することはもちろんできないし、ってことなんですよね。つまり、まあえーとまあ、学者特有の仮説に仮説を重ねていろんな想像をしてっていう、そういう想像力たくましすぎる話かもしれませんが。 えー、この存続殺重罰規定のエピソードから、えー、考えられることは最高裁判所としては違憲判決憲法の条文と法律の条文を照らし合わせてあ、これは違憲だ、まあ、そういう、えー、非常になんていうんですかね、あのー、空理空論だけではなくて現実に今の政権が今の国会があるいはもっと言うならば今の国民が我々のこの違憲判決に対して どういうリアクションを取るかということを、まあ、考えないわけにはいかないのではないかなという、こういう気がするんですね。で、そうすると、例えば、えー、夫婦別姓なんかについても、えー、これ、最高裁で2017年だったかな、5年ぐらい前に、えー、合憲という判決が出ています。 けれどもあ、夫婦別姓じゃないですよ、その夫婦が同一性でなければいけないという規定ですね。日本は前にも言ったように、え世界でまあ唯一、ほぼ唯一だと思いますけど、少なくとも先進国、OECD 諸国の中で唯一、結婚した時に、夫か妻かどちらかの名字に合わせなきゃいけない。同一氏、同一性というのを強制している国なんですね。で、そういうのは嫌だっていうカップルに、 じゃあ夫婦別姓を認めましょうというのが選択的夫婦別姓の制度ですけれども日本はそれを、えー、否定しているとどんなカップルにもとにかく結婚するなら法律婚するなら名字を同一にしなければいけないというのを強制しているそういう国ですけれども、まあ、その規定が、えー、っと憲法に違反しないという判決が大法廷で出ました、まあ、5人の裁判官が違憲だと言ってるんですけれどもね だから今、サイボーズの青野社長が戦っている判決、事件がもうすぐ最高裁で出ると思いますけれども、もしかしたら違憲判決が出るかもしれない。あるいは出なくても、15人のうち、前回は5人の裁判官が違憲と言っていた。まあ、その5人の裁判官も全員残っておられませんけれども、もしかしたらその5人がもっと増えているかもしれない。8対7とかになっているかもしれない。あるいはそれを超えて違憲だと。 いいう判決が出るかもしれないでところがそれに対して、えーっとまあ、現在でもそうですけれども自民党の中に一部ね夫婦別姓選択でさえ選択的でさえまかりならんって言ってる人たちがいますけれども、まあ、そういう人たちが非常にまあ声を大にして最高裁の判決なんて聞かなくていいんだというふうに言い出してでそれに国民がうん、だん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 だそうだねって。 っていうふうにあの言い出したらどうするかとかですね、まあ、そういったことは結構最高裁にとっては、何、うん、て言うんですかね、まあ、無視できない要因ではないかなというふうに思いますね。純粋に法律論だけで、これは憲法に違反してる、これは憲法に違反していない、えー、そういうふうに突っ走れないところがあるんじゃないかなという気がします。まあ、しかし、これは、えー、と先ほど来言ってる話と同様、あるいはそれ以上に、 実験で確かめられる話ではありませんし、非常にそういう意味では信憑性のない不確かな話です。あくまでもそういうことが意見判決の少なさの要因として言えるのではないかなという、そういう話ですね。で、意見判決を出しても従ってもらえなかったらそれまでよっていう話は、実は。 その別な角度から同じようなことが言える事例がアメリカにもあります。でそれが、えー、っとブリッジブックに書いてあったと思うんですけれども、うん、コートパッキングプランというものでですね、えーっとまあ、ルーズベルト大統領の時の1937年、8年の時代の話です。えー とととすみません。これもちょっと、まあ英語、皆さんあのできるでしょうから、できないんですかね、あんまりちょっとわかりませんが、書いておきましょう。ね。ート・パッキング・プラン。これはですね、裁判所、パッキングってど、で、ね、法囲の計画というふうに訳したりすることが多いと思います。で、これは何かっていうと、うんと、えー 民主党の大統領であった、えー、ルーズベルトですね、フランクリン・ルーズベルトが、えーまあ、ローズベルトというふうに言いますけれども、が、えー、と非常にその、なんていうんですかね、ニューディール政策っていうので、えー、社会経済規制立法っていうのを作ろうとするんですね、ルーズベルト政権がね。で、まあ、社会経済規制立法っていうのは、 大企業とか大工場とかそういった人たち経営者お金持ちの、まあ、経営の自由とか営業の自由とかあ金儲けの自由を規制することになりますのであのお金持ち側から大反対を食らうんですねつまりそのリベラル派が非常に経済規制をしようとすると保守派が、えー、保守派、まあ、経済的自由主義レッセフェールの人たちが、えー、国家権力が 経営の自由、営業の自由を規制してくるのはけしからんとこういうふうに反対をするというそういう構図ですね。で、労働者とか弱い、まあ、サラリーマンとかですね、そういった人たちを保護しようとして規制をかけると資本家とか工場主とかが反対するとい、まあ、そういう話です。で、当時の最高裁、連邦最高裁は、 その前の政権、共和党の政権に任命された保守的な裁判官が多かったんですね、多数を占めていたんですね。したがって、民主党政権になったんだけれども、そのルーズベルト大統領のニューディール立法について、まあもうまあ、ことごとく、ですね、まあ、次から次へと憲法違反だと、経済的自由を制約する違憲の立法だというふうに、違憲、違憲、違憲って言うんですよ。 それで、えー、っと、ついにルーズベルトを切れましてね、もうふざけんなと、あの最高裁。こんな全部意見意見言われたら、俺の政策何もできひんやんけと。まあ、こういうふうに怒ったわけですで。ところがですね、連邦最高裁っていうのは、今もそうなんですが、まあ、9人ですねで。非常に厄介なことに、定年性がないんですよ。日本の連邦最高裁は、あ日本の <laughs> 最高裁は、 あの70歳なので、えー、で大体まあ65、6歳とかね、えー、まあ上がりのポストっていうかですね、えー、で任命される方が多いです。まあ、若い人で61、人とかですね、まあ、昔はねちょっと50代とか例外的に任命された人いますけれども、今、全然もう若くても60代。なので、数年我慢していればあの人が変わると。 いうことに日本はなるんですけれども、アメリカの場合、定年性がないので、死ぬまで、あるいはもう自分で病気だからやめる、もう自分で体力が持たないからやめると、まあ、そういうふうになるまではあのずっと続けられるんですね。で、従って先ほど言ったような、そのギンズバーグさん、女性の、非常に女性の権利のために戦った、本当に立派な、ぜひね、みんな RGB、えー、ルース・ えー、ルーー・ス・ベイダーギンズバーグかなそれをあの頭文で RGB という絵があるんですけれどもあのネットで見えるかどうかちょっと分かりませんけどぜひ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 見てください本当にあの感動しますあの私の上に足を踏みつけている男性たちその靴あの足をどけてくださいっていうねあの名演説みたいなのもありますけれども、えー、でそういう人なんかも80そのさっき言ったようにね あの5、6歳で亡くなるまで、えー、連邦最高裁の判事を務めておられたわけですよ。だからそういうわけで、その一旦任命されてしまうと、あのずっとですねいるということでですね。これ、カラーですね、RBG ですよね。そうそう、これ、RBG 最強の85歳ですね。 この映画ですあ。映画が始まっちゃうんでしょう、えー。まあ、ぜひぜひ見てください。ちょっと見ます <Our> brethren, この人。<laughs> これ本人ですよ、今のは。 I came up with a couple of slogans, you can't spell truth without Ruth. We welcome today Justice Ruth Bader Ginsburg. Do you mind signing this copy? I am eighty-four years old and everyone wants to take a picture with me. <laughs> when you come right down to it, the closest thing to a superhero I know. i became a lawyer when women were not wanted by the legal profession. i did see myself as kind of a kindergarten teacher in those days because the judges didn't think sex discrimination existed. i have had the great good fortune to share life with a partner truly extraordinary for his generation. これ連邦最高裁ですね、今の建物。はい、すみません、ちょっと話が全然違うと、ぜひ見た方がいいと、それあの、皆さん法律に。 あの興味があって、あのまあ法律で興味を持ってほしいと思ってるわけですけれども、あのぜひともですね、あの、まあのまこういう映画見てほしいなというふうに思いますね。はいで、えっと話、何の話をしてたんだっけあそうそう、だからその85歳ですよね、えー、そういう年までずっとその最高裁に居続けるわけですよ、変な言い方をすると。だから 1937年のローズベルト大統領は、もうこらあかんと、こいつら、まだ何年も生きとると、<laughs> この保守派の裁判官たち。で、そうであると、私の作った法律はもう全部、意見、意見、意見と言われてしまうと。で、どうしようということで、はたと気がついたのがコートパッキングプランです。裁判所のを包囲してやれと。どういうことかっていうと、えー、日本も実はそうなんですけれども、 えー、連邦最高裁判所の裁判官が9人だっていうのは実はこの、えー、憲法には書いてないんですね法律で決まってるとで法律は国会で多数派を握っていれば簡単に変えられますよねだから日本もそうです日本も憲法は3分の2が必要で国民審査必要だけど法律は過半数で与党の、えー、多数で変えられるわけですけれどもそのうんーと 憲法に日本の場合は 15, 条あ15人とは書いてないわけですね。で、えー、裁判所法という法律で15人というふうに決めてるだけです。ですからあの、えー、最高裁の定員を与党が突然50人にしようと、突然5人にしようとか、それはやろうと思ったらできるわけですよ。政治的にそんなことが果たして可能かどうかが分かりませんけれども、少なくとも法的には簡単にできる。 でローズベルト大統領はそれを思いついて、9人ということは、それを増やせばいいんだと。で15人にして、そしたら15-9で6人、えーっと、新たに任命するポストができる。で、その6人を大統領、自分ですから、自分がお仲間を、リベラル判事を、経済規制に積極的な判事を任命すればいいんだとで。そしたら最高裁の多数派のバランスが変わって、自分の何つうんですか。 政策を妨害されなくなるだろうとこういうふうに考えたんですね。でまあそういうふうにその最高裁とあるいは意見審査機関とそれから立法府とかあるいは行政府政権政治がですね、まあ、本気で対立をすると、まあ、抜き差しならない関係になるとえ結構最高裁は弱いんですよということをそのエピソードは示していると思うんですね。 今言ったように、日本の最高裁もその、えー、定員が15人というのは憲法で定まっている。だからあんまりお前らは俺の法律部、部意見、意見って文句言うんやったら減らしたるぞとかね、逆に増やして俺の仲間を、あの俺の友達ばっかり任命したるぞということがありえなくはないですよね。それから、兵糧攻め、最高裁関係の予算は、これ予算ですから、国会で議決するわけですよね。 だから違憲判決ばっかり出すような最高裁は、まあ、あの最高裁判事、裁判官の給料というのは下げられないというのが憲法に書いてありますけれども、まあ、電気代とかもっとあの <laughs> 出さへんぞってでな、真夏でも最高裁はクーラーつかんとやれみたいなことはですねあの、まあすすご、すごいアホな話ですけれども、そういうことがあ,のありうる、予算も握られてる、人員も実は握られてる。 というわけでその、ルーズベルトの時のエピソードっていうのは、アメリカのしかも第二次大戦前の話ですけれども、やはり一つの教訓があるだろうと思うんですね。でそれは今言ったように、政治と最高裁が本気で対立をしたときに、最高裁は負ける。あるいは本気の対立を避けた方が、最高裁自身にとって合理的であるということが、 あそういう経験、過去のですね経験からあ、まあ、言えるのではないかと。そういうことなんですよね。したがって、まあ、存続さ意見って言ったけれども、国会に20年以上無視されたしなとか、あれあんまり政権を凝らすとコートパッキングプランやられるかもしれんしなとか、まあ、そんなことをですね最高裁がいちいち意識しているとは思いませんけれども、まあ、そういう そのややです、ね、政治部門に対する、つまり内閣と国会ですね、政治部門に対するその、まあ、遠慮というか、ですねそれなりに、えー、顔色をうかがいながら、しかしやっぱり自分たち意見審査権限、憲法で与えられているそういう機関ですから、本来遠慮してはいけないはずで、ここぞという時には意見判決を出すぞっていう、まあ、そういうことに、えー、ならざるを得ないんではないかなというのが、えー、3つ目。 の話でしたで以上はなんとなくその、まあ、どれもこれも、うんまあ、話半分で聞いていいとまでは思ってほしくないですけれども、まあ、繰り返し言うようにその、まあ、証明できない話なんですよね。で次にお話しする4つ目はですね、えー、っともう少し、えーまあ、法律学的な分析と言っていいと思います。そそそれはそもそも意見判決 決に至らない、えー、ささまざまななないい法的なハードルがあるととうことなんですねで時間の関係で全部言えるかどうか分かりませんけれどもまあ一つはですねうんと有名な統治行為論これも中学高校の、ね、公民の先生とかあの得意になってお得意になってきた失礼ですねあのしょっちゅうお話ししてくださると思いますけれども、えー、いわゆるその衆議院の解散と それから日米安保条約について、えー、日本の最高裁判所大法廷が憲法違反かどうかの判断を回避するという、うまあ、そういう判断をしたときに、えー、取った理屈のことです。えー、で、えっと、まずは1959年の12月にですね、 砂川事件というのがありまして、東京都の砂川という町でですね、えー、日米安保条約が、まあ、違憲かどうかというのが争われた、まあ、これも憲法1で、今年のだから後期に出てくると思いますけれども、9、ま、条、あ、裁判、えー、憲法9条に関する裁判のうちの1つですね、でえっと、米軍の基地拡張に反対した、えー、市民たちが、米軍の立ち入り禁止のところに入っちゃって、えー、特別法で、えーまあ、逮捕されたと。 で刑事裁判で争うんだけれども、まあ、しかし、そもそも日米安保条約なんていうのは、えー、憲法9条に違反だと、違反して無効だと、こういう主張をしたと。で、最高裁、どういうふうに判断したかというと、えー、一見、極めて明白に意見無効と認められない限り、えー、そういう日米安保条約のような国の存立に関わる高度に政治的なものについては、 司法権は及びませんと、まあ、こういうふうに言ったんですね、ちょっと何言ってるか聞き取れないと思いますけれども、大丈夫です。あの一見見極めて明白に意見無効ででももう,あもう20 20分ですもんね時間ない,、まあい,いやまあ、とにかく、うんまあ、これは憲法の授業で聞いてください、高度に政治的なものについては、えー、最高裁判所の判断,は判断権は及ばないんだと、こういうふうに言ったんですね。 でその半年後、1960年に、えー、6月に、トマベチ事件という有名な事件があの、これ人の名前なんですね、トマベチさんという人が、えー、訴訟を起こしたんですけれども、まあ、あの衆議院が解散されたということで、それはあの違憲だと、憲法違反だというふうに争おうとしたんですけれども、えー、この時も最高裁判所は衆議院の解散になんかはですね、 非常に高度に政治的な話で司法審査は及ばないとこういうふうに言っています。で、実は統治行為論というのはあのこの2つだけなんですね。で、なぜか日本の中学、高校では非常にの人気で、みんな統治行為論という言葉を知ってるんですけど、その後、日本の裁判所は統治行為論を使っていません。で、我々憲法学説の中では、もう統治行為論なんていらんやん。 最高裁も使ってないし、そもそもそんな変築倫なあの話は正当化できないので、あの統治行為論不要論っていう方がという考え方がです、ね、現在はまあ有力になりつつあるんですけれども、まあ、過去には、ね、うんと1959年、60年には日本の最高裁が、えー、そういう統治行為論というのを作った、まあ、砂川事件の方はちょっと特殊な、一見極めて明白に、意見無効でない限りは判断しないという、そういう話なので。 一見極めて明白に意見無効だったら意見無効というよというまあそういうあの話なんですが純粋な統治行為論は1960年の苫部知事件だけなんですね。でも何が言えるかというとそういうふうに本来日米安保条約ももしかしたら違憲と言えたかもしれないあるいは吉田内閣の抜き打ち解散というのがもしかしたら憲法違反だと言えたかもしれない。ししかし最高裁は そういうい判断を回避するとでその時に使った理屈が統治行為論と言われるもので高度に政治的なものだから我々は判断しませんよもういいか悪いかは選挙で決めてねというそういう話ですで、えー、ちゃんと訴訟になってるのにそして最高裁まで行ってるのに最高裁が合憲か違憲かの判断を避けるっていうのはよくあることなんですねとりわけ9条についてはそうです これよくごあの誤解されるんですけれども、日本の最高裁は一度たりとも自衛隊について違憲か合憲かを言ったことがありません。違憲とも言っていないだけれども、しかし合憲とも言っていないんですね、これが非常に重要なところで、まあ、とにかく憲法判断を回避してる、避けてるんですね。 でこれはまあ最高裁の一つのお得意なところなんですけど、しかし先ほどの,その3つ、あのー、挙げてきた、ま、中の,その政治との、ね、力関係ということでいうと、自衛隊が仮に憲法9条に照らして違憲だというふうに判断す、えー、るっとして、ですね、まあ、そう判決を出すというのはちょっと無理じゃないかなと思います、僕は今の日本の政治状況では。国民の圧倒的多数、まあ、自衛隊を支持していますしね。 でこれはもう東日本大震災の後からもう明らかですよ災害救助の時にあんなに頼りになる人たちいないしで、まあ、そういうこともあって自衛隊を今なくそうなんて言ってる人はほとんどあのいない、まあ、ほとんどいないってことはないですけれどもそこまで有力ではないですよねで国は絶対自衛隊をなくすなんて決断はしないと思うしじゃそうするとその救助に照らして、えー、やっぱり禁止された陸海空軍に当たりそうなんだけれどもそう言っちゃうと じゃあ言った判決が、えー、存続殺重罰規定の時のように無視されるという状況がより、えー、存続殺重罰規定の時に比べて劇的な形で現出するだけではないかというふうに、まあ、普通の判断できる人ならすると思います。なので僕はですね最高裁が、えー、違憲というふうに判決を出すことはないと思いますし あるいは、えー、そういうふうに考えると、合憲とも言っていないということは非常に意味があるんだろうなというふうに考えてるんですね。まあ、これはちょっとあの別な話ですからあの、聞き流していただいていいと思いますが、えーっとまあ、そういうわけでその、統治行為論、高度に政治的なものについては、まあ、出たのはその衆議院の解散だけですけれども、判断を避けるということが過去に一度だけあったと、これが1つ目です。 それからもう一つは、ですねそもそも訴訟に乗らないんだということがあるんですよ。でこれをね、えー、とあと3分で言えるかどうかというと言えないかな <laughs> あのです、ね。面白い話なんですけれども、えー、主観訴訟と客観訴訟という話なんですね。で日本は、えー、と最初に言ったように、意見審査制は司法裁判所が事件に付随して行うんだというふうに言いました。 ドイツやオーストリアのような大陸型の違憲審査制であれば、抽象的にこの法律は違憲ですかというようなことが、えー、争えるけれども、えー、連邦最高裁型のアメリカ型の日本では少なくとも、具体的な事件に囲、まあ、つけて,て、それと一緒でないと裁判所はああの相手にしてくれないんですよ、門前払いするんですよね。 で具体的な事件というのは何かというと、私の権利が侵害されているとか、私が法律上保護された利益を失ったから回復してくれとか、そういう話なんですよ。損害賠償請求とか、あるいは私が逮捕されて今有罪になろうとしているから、この刑罰規定は違憲だと、こういう、とにかく私が私がこれが必要なんです。で、そういう意味で主観、私の主観的利益の まあ、損保とか私の主観的権利を保護するために争うっていうのが主観訴訟なんですね。主観訴訟に載せないと、えー、最高裁はあ裁判所は判断してくれないんですよ。私には関係ないんだけれども、自衛隊はあの憲法違反だと思いますから、訴訟を起こします。って言っても、これはいや関係ないやんっていうことで、えー、門前払いされるんですね。 これで難しいのがあの日本では例えばですよ、政教分離ってしてますよね。これも憲法で、えー、後期、えー、2年、2年生になって習いますけれども、えー、国家権力、行政権が、えー、宗教と過度に関わっていけないというのが政教分離ですよね。で、実はですね、過去に政教分離に関しては3つ判決が出てるんですね。えー、一番有名なのは まあ一番古いものですけれども、愛媛県の知事さんがえ戦没者追悼のまあ目的で、靖国神社と、それから愛媛県の護国神社にえ献金をしたと、玉串料というんですけれども、これをまあえ市のお金から出したと、県のお金から出した、公費から出した、県の公費からですね特定の宗教団体に寄付をするというのは、やっぱり政教分離犯ですよね。 でこれ、えー、1995年の判決で最高裁で、えー、違憲という判断が出たんですね。まあ、これは法令違憲ではなくて、えー、行政の行ったことがあ憲法違反だという、そういう判決です。で、こういう、まあ、政教分離の判決が過去にその3つ出てるんですけれども、いずれも地方公共団体の話なんですね。 で例えば、首相が伊勢神宮に参拝するとか、首相が靖国神社に公式参拝をするとか、こういうのをすると、えーまあ、憲法違反になる可能性があるんですけれども、これを訴訟で争うことはできないんですよ、日本のものは。あの首相が靖国神社に行った、例えば首相が政教分離を犯したとして、政教分離に違反したとして、 お前の主観的な権利が何か侵害されたけっていうふうに裁判所は言うわけですね。確かに憲法違反かもしれない。確かに政教分離違反かもしれない。しかし、お前の何か法律上保護された権利、利益がそれによって直接侵害されたわけじゃないでしょ。そしたら、お前は訴訟は起こせませんよ。はい、さようならってなるんですよ。司法はそれができるんです。特別に。 地方自治法という法律で愛媛県知事が北海道の砂川町というところがあるいは沖縄県の那覇市というところが、えー、違法な公費公金の支出をしたり違法な、まあ、怠る事実というんですけれども、まあ、そういうのをやっていたりすると。 住民たる資格で訴訟を起こしてもいいよっていう特別な訴訟が定められているんですね。すいません、ちょっと5分だけあの延長させてください。もう,もう終わります。であの、ちょっとこれは難しい話なので、また憲法のじ時間に必ず補われますけれども、要するに、自分の主観的な利益とか法律上の保護された権利利益が侵害されたという必要は全然なくて、 その地方の住民であると。私は愛媛県住民で、私は那覇市民であるそれだけで、えー、訴訟を起こしていいよっていうのが、えー、定められているっていう話なんですね。だから地方はそれ住民訴訟っていうんですけれども、えー、客観訴訟を起こすことができるんです。わかりますちょっとごめんなさいね。さいさ最後は本当、すみませんあの。ところが、 住民訴訟の国バージョン、まあ、いわば国民訴訟みたいなものが日本にはなくてで、だから愛媛県知事が政教分離違反を犯したら、愛媛県住民はいきなり裁判所にあいつの愛媛県知事の行為は政教分離違反だ、審査してくれということが言える、それが地方自治法でそういう訴訟を起こしてもいいですよって特別に定められている。ところが、それの国バージョンはど,んなどこにもそんな法律書いないんですよ。 国民訴訟を定めた法律っていうのだから、えー、首相が政教分離違反をしたでも首相は国ですからそれで私は日本国民だからそれで訴えるというそれはできないっていうことになっちゃってでなんか変な話なんですけれどもそういうその客観訴訟っていうのは法律で定められたものしか訴えられないことになってるんですけれども国の政教分離違反とかを訴えるそういう訴訟が用意されていないということで えともしかしたら政教分離判で違憲判決もっと出るかもしれないんだけれども、えー、訴訟にそもそも乗らないっていうそういう話があるということですね。であとはその最近だとその憲法53条で、ねまあ、これもあでメモっておいて条文だけ見ておいてほしいですけれども臨時国会を召集しないという規定のことが起こったんですよね安倍内閣の時に3回も。 で53条の公団という規定を見ると、衆議院議員、または参議院議員の、ね、4分の1以上の署名があれば、要求があれば、内閣は臨時国会の招集を決定しなきゃいけないこういうふうにはっきり条、憲法53条に書いてあるんですけれども、えー、野党がです、ね、臨時国会開けって言って署名を出しても、安倍内閣、ずっと3ヶ月以上無視したりとかです、ね、してたんです。 これはもう明らかに憲法違反で、僕も Yahoo! の記事で、えー、安倍内閣が臨時国会を召集しないのは憲法違反であるという、そういうあの短い論文書いてますけれども、まあ、ネットで検索してくれると見えますが、まあ、ところが、それをですねこの間、あのー、訴訟になってで、那覇地裁と岡山地裁と東京地裁だったかなで、去年と今年立て続けに3つ判決出たんですよ。全部3つとも 憲法違反かどうかの判断、避けてるんです。憲法判断回避。で、訴えた人たちに、いや、そんなことを訴える権利ないですよと。臨時国会開かれなかったからって言って、お前のなんか主観的な権利が侵害されたんですかまあ、そういう話なんですよね。で、なかなかそういう意味でもう終わります。ごめんなさい。あの、憲法違反だと。政教分離違反だとか、臨時国会開かないの安倍内閣、憲法違反だとか思ったとしても、それを 日本の主観訴訟に載せるっていうのは非常に難しくてで客観訴訟でやろうと思ったらそれは法律で定められた客観訴訟しかできないので,で少なくとも国バージョンの客観訴訟っていうのはないのでえ住民訴訟っていうのはないので国バージョンあのなかなかできないよねっていうそういう話なんですね。で以上ちょっとすいませんあの最後時間配分が下手くそであのになってしまいましたがあのそういうわけで 最高法規である、公正憲法である、そして戦前と違って戦後は意見審査性がある、だからちゃんとそれが、えー、顕在的、多立的に保障されるんだ、ハッピーだね、現代立憲主義す晴,、ね、晴らしいんです,がですが、なかなか憲法で政治権力をまあ統制する、まあ、これが立憲主義ですけれども、というのはまあ難しいことなんですね。 最高裁判所だけ、最高裁判所のその15人だけではなかなかまあ難しいんだろうなという気がいたします。まあ、したがって最後に、憲法12条の条文、非常に意味慎重だと思うんですけれども、見ておきたいと思います。えー、憲法12条には、ですねこの憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の普段の努力によってこれを保持しなければならないと、こういうふうに書いたんですね。だからどうも、最高裁のおっさんおばはん、<laughs> 15人だけに任せていてはいけないんだよと。 国民一人一人が普段の努力で憲法の保障する、えー、権利、自由が保持されるように、まあ、頑張っていかなきゃいけないんだよって、まあ、こういう話なんじゃないかなと思っています。まあ、そういうわけで、憲法とか、あるいは憲法学、まあ、あるいはもうちょっと広く言って、現代立憲主義というのには、さまざまな課題があるんですよと。まあ、だからこそ、まあ、僕なんか憲法学勉強してて面白いなと、まだまだあのやることあるなというふうに思うわけですけれども。 あのとにかくいろいろな課題があるよね。なんせ政治権力とか国家権力とかむちゃくちゃ強い人たち、威張っている人たちを相手にする法律ですから、あ法ですから憲法というのは、まあ、なかなか課題満載で、まあ、やりがいがありますねということですね。はい、大変申し訳ありませんでした。ちょっとね、延長しちゃって。えー、というわけで、まあ、僕の授業はこれで。 終わりますで来週からは、えー、と民法ですね、えーまあ、ブリッジブックと法学の世界を使って授業されると思いますので、また、あのムードルにね、えーと、遠藤先生がその同じように、今日と同じように、ズームの URL を書かれると思いますので、えーとまあ、それを見て入ってきてください。で僕はその15回目ですから、もう8月になりますけど、試験の前にあのもう一度皆さんと、この、 お,お会いします。その時がもう対面授業になっていればいいですけれども、えー、なっていなければ Zoom でお会いするということになります。まあ、それでは非常に福岡感染状況あのあの激ヤバ状態ですので、まあ、毎回言ってますけれどもくれぐれも感染にしないようにですね気をつけて、えー、まあ、えー 精神的にもやまないようにですね、まあ、楽しい生活を送る。まあ難しいですけどね、引きこもって楽しめっていうのは難しいですが、あの頑張っていただきたいと。また何かあればあのあの、DM とかメールとかいただければと思います。はい、それでは終わります。お疲れ様でした。さ <laughs> よなら、さよなら、さよなら。